中学受験、一問一答サプリをご視聴いただき、ありがとうございます。このサプリでは、社会、歴史、昭和時代、第二次世界大戦について学習します。それでは早速始めましょう。第一問。西暦1929年、アメリカのニューヨークの株式市場で株価が暴落したことをきっかけに、不況が世界中に広がったことを、何と言いますか？正解は、世界恐慌です。第2問。柳条湖事件から始まる、日本の中国への軍事侵攻のことを、何と言いますか？正解は、満州事変です。第3問。西暦1932年、海軍の青年将校が首相を暗殺した事件のことを、何と言いますか？正解は、515事件です。第4問。515事件で、青年将校に暗殺された首相は、誰ですか？正解は、犬養毅です。第5問。西暦1936年、陸軍将校たちが、首相官邸や警視庁などを襲撃した事件のことを、何と言いますか？正解は、226事件です。第6問。226事件で暗殺された政府高官は、誰ですか？正解は、高橋惟清です。第7問。西暦1937年、北京の盧溝橋付近で日本軍と中国軍が衝突して始まった戦争のことを、何と言いますか？正解は、日中戦争です。第8問。西暦1938年に制定された、政府が物資や国民を戦争目的のために動員できるようにした法律のことを、何と言いますか？正解は、国家総動員法です。第9問。それまでの政党を解散させ、国民の力を集中させるために作った組織のことを、何と言いますか？正解は、大政翼賛会です。第10問。第二次世界大戦のきっかけとなった、ドイツ軍が攻め込んだ国は、どこですか？正解は、ポーランドです。第11問。ドイツがポーランドに侵攻し、第二次世界大戦が始まったのは、西暦何年ですか？正解は、1939年です。第12問。西暦1940年、日本がドイツとイタリアとの間で結んだ同盟のことを、何と言いますか？正解は、日独伊三国同盟です。第13問。ドイツで政権を担っていた、ナチ党の代表は、誰ですか？正解は、ヒトラーです。第14問。太平洋戦争が始まるきっかけとなった、日本が攻撃した基地があったのは、ハワイのどこですか？正解は、真珠湾です。第15問。大都市の小学生たちが、地方に避難したことを、何と言いますか？正解は、学童疎開です。第16問。大学生が徴兵され、戦場に送り込まれたことを、何と言いますか？正解は、学徒出陣です。第17問。焼夷弾による攻撃を受け、
約10万人の犠牲者を出した東京大空襲が起こったのはいつですか？正解は、西暦1945年3月10日です。第18問。西暦1945年8月6日、原子爆弾が投下された都市は、どこですか？正解は、広島です。第19問。西暦1945年8月8日、日本に宣戦布告した国は、どこですか？正解は、ソ連です。第20問。西暦1945年8月9日、原子爆弾が投下された都市は、どこですか？正解は、長崎です。第21問。連合国軍が発表した、日本に対して無条件降伏を求めた文書のことを、何と言いますか？正解は、ポツダム宣言です。第22問。西暦1945年8月15日、昭和天皇が第二次世界大戦での日本の降伏を国民に伝えたラジオ放送のことを、何と言いますか？正解は、玉音放送です。第23問。無条件降伏した日本を占領統治した連合国軍の中心となった組織のことを何と言いますか？正解は、連合国軍総司令官総司令部 GHQ です。第24問。太平洋戦争で連合国軍を指揮し、日本占領を統括して日本の民主化を主導したアメリカ軍人は誰ですか？正解は、マッカーサーです。中学受験、一問一答サプリをご使用いただきまして、ありがとうございました。中学受験、一問一答サプリには、即効性があります。やりすぎると、偏差値がアップしてしまうことがあります。必ず、用法、用量を守ってお使いください。また、チャンネル登録、高評価したくなる場合がありますので、副作用にご注意ください。中学受験、一問一答サプリをご使用いただき、ありがとうございました。またのご視聴、お待ちしております。このチャンネルでは、地理、歴史、公民、理科、国語など、中学受験に役立つ動画を、多数公開しています。ぜひ、ご活用ください。ご視聴、ありがとうございました。